にちは。今日はですね、もうずいぶん前になるんですけれども、ずいぶん前と言ってもそんな昔じゃないですよ。でも、いつか忘れました。この、いつもね、なんていうのかな、がま口を作るときは、丸いね、丸い感じのがま口、これ、使うんですけど、これ、いつだったかな、セリアさんで多分買ってたものだと思うんですけれども、これなんですよね。これですね、セリアさんで買った、多分セリアさんだと思うんですよね。多分そうだと思うんですけど、もし間違えてたらごめんなさい。でもセリアさんかダイソーさんか、でもダイソーさんこういうのなかったような記憶があるので、多分セリアさんだと思います。このクラフトガマ口のですね、この四角いタイプのこのガマ口なんですけれども、これ全然使ってなくて、なんかこの間作ったモチーフでなんか使えないかなとか思って、これ編んだじゃないですか、四角に。あれから全然進んでないんですけどね。あれから全然進んでないけど、この四角のモチーフ編んだじゃないですか。これでなんかできないかなとか思ってこうしたけど、全然大きさ違うし、もしかしたらこのメジャーカバーを作った一本取りで編んだらどうかなとか思って、編んだら少し小さかったんですよ。これね、同じものです。これがアクリルヤン、そしてこれがコットンヤンの一本取り4号針で編んでます。全部トロピカルコットン、この白だけが多分キラキラしているので、ニューキララコットンかなんかだと思うんですけれども、セリアさんの糸には間違いないです。もうね、帯がなくなっちゃったんで、もうこんな感じであるんですよね。だからわからなくて、もうコットン、トロピカルコットンはね、絶対わかるんですよ。この色と赤とね、このなんかグリーンみたいなのと、この黄色でも、この白がですね、ちょっとわからない。多分ニューキララコットンとかそういう系の糸だと思うんですけれども、これだったら小さいんですよね。だからちょっと周りを編んでみました。こんな感じで、そしたら意外にちょうど良くなってですね、ちょっとこれをですね、がま口にしようかなと思うので、ここから編んでいきたいと思います。もうこれはお花は別に編んでる動画があって、この四角にする動画はまた別にあるので、二つに分かれてますけど、また最初からね、もし編んでもらえたら、その二つ動画見てもらうの申し訳ないんですけれども、また一からするのもね、ちょっとね、時間もかかるしと思って、リンクを概要欄の方に貼らせてもらいますので、もしよかったら、うまくいったらですね、うまくいかなくてもこれ多分動画にすると思うんですよ。失敗しましたみたいな感じで。だからうまくいって、もしね、形が気に入っていただけたりしたらですね、2つに動画分かれますけど、この動画、2つか、3つか。だからこのお花の動画と、この四角にする動画と、今から編んでいく動画。がま口の口金をつけるところはもう動画にはしませんけれども、そこまでね、ちょっと編んでいこうかなと思います。でも本当に簡単なので、今からは長編みするだけなんで、どこからでもいいんですけど、とりあえずここ長編みをしたじゃないですか。足を取って長編みを1回して、前の動画を見ていただいたらわかるんですけど、このね、長編み3本入っているところの1本目のまず足を拾って長編みをして、頭を拾って長編みをしてるんですよね。ここで増し目をしてるんですよ。だからもうここら辺からやっていこうと思います。またね、端っこで2目増していくので、もうこの、これはエンゼルコットンかな。ほんとごめんなさい、わからなくて、セリアさんの糸には間違いないです。これでやっていこうと思います。まずもう長編みをしていくだけなんですけど、まず鎖で1、2、3立ち上げます。そして編みくるみながら、この目を拾ってずっと角まで長編みをします。角まで目を拾って長編みをしていきます。
はい、角の方まで長編みをしてきました。そしたらまたここ長編みの頭を拾ったこの目と、あ、ごめんなさい、長編みでした。このね、長編みの頭を拾ったこの目と、この足を拾って長編みをしたこの目、この目にも長編みをします。そしたらですね、ここ2目細編みをしてるんですよ。ここ 1、2、2目、前の動画を見ていただいたら分かりやすいと思うんですけど、ここ2目すいません、レンがふんって言ってるけど、ここ2目普通に細編みをしているので、この2目には長編みを増し目をするので、同じところにまず1回入れます。そして次のこの目にも、あ、ごめんなさい、動いたかな、長編みを2回入れます。同じところにですね、この2箇所には同じところに長編みを2回入れます。そしたらまた前に長編みの足を拾って長編みをした目がここにあるので、ここには普通にまた長編み、そして頭を拾って細編みをした目ですね。ここ前の動画をねちょっと見ないとわからないっていうところがあれですけれども、ここ普通に1目ずつ細編み、もうずっとここは1目ずつ細編みをしていきます。だから角の2目だけに長編みを2回ずつ入れるっていう感じですね。でずっと1目に1つずつ長編みを入れていって、ちょっと飛ばさないでいきますけど、もうここ角になるので、ここですね、ここもずっと入れていって、ここは細編みをした目になるんです。ここ増し目、ここが増し目なんですよね。この足を拾って長編みをしたのと、頭を拾って細編みをしたところが、ここが増し目、2つ増してるんですけど、ここには普通に1目に1本ずつ長編みを入れて、でこの間のこの2つ、この2つの目に増し目をしたいので、1目に2本ずつ長編みを入れます。次のこの目、次のこの目にも2目2回ですね、長編みを同じところに2回、こんな感じでずっと角は、角のこっちまで来たらこの2目ですね、この2目1、2、これとこれですね、この長編みをしている間、ここ長編みがあるじゃないですか、この長編みの目のここ、これとこの長編みの頭、ここ、こことここの間のこの2目、ここで増し目をしていきます。ずっとですね、同じように編んでいきます。はい、最後の方まで増し目をしながら編んできたので、この長編みの頭には普通に1本細編みをし、長編みをして、次のこの細編みの頭ですね、ここにも長編みをして、もうこれで終わりたいと思うんですけど、これでね糸始末をしたいんですけどね、しらじらしくここに持ってきた。ピンクッション使ってますよってアピールです。これはね糸始末をしてですね、糸始末をしてからちょっとね大きさを合わせてみたら、まあなんとなくいい感じの大きさになったんですよね。なのでこれで糸始末をしてからちょっと合わせてみたいと思うんですけれども、なんかモチーフねばっかりねしてまたって思われるかもしれないんですけど、でもね結構何にでもこうアレンジできて楽しいなとか思いながらやってるんですけれども、今回うまくいけばまた1個
なんかこのレトロポップなお花の作品っていうか、作品とか言ったらちょっとあれやけどね、あの完成品がこの四角の、あの四角にしたか、あのモチーフの完成品ができるかなとか思って、できたら嬉しいなと思いながらですねやってるんですけれども、もしかしたらで本当に失敗するかもしれないんで、でも失敗してもあのこれは動画にはしたいと思うんですけどね、ここをこうすればよかったな、ああすればよかったなみたいでな感じでしていきたいと思います。切ったらですね、切ったらこっち一個してるんですけれども、これとこれね、これとこれなんですけど、まあ色は別に何色でもある色でしたんですけどね。で、これなんでマーカーつけてるかって言ったら、まあこんな感じで。ここにね、こう合わせた時にですね、こう合わせた時にちょうどいいぐらいのここ長さ、これとこれもペタンってつけるんですよね。ペタンとつけたがま口にしたいので、ちょうどいいところにマーカーをつけたんですけれども、そのマーカーをつけたのがここからね、この増し目をしているところから見たら、ここほら見てください。ちょっと見にくいかもしれないんですけれども、ここ増し目をしているじゃないですか。2本入ってるじゃないですか。こっちも2本入ってるじゃないですか。ね。そして、この増し目をした一つ、この一つ目ね、ここ1個に2つ入って、こっちにも1個に2つ入ってるので、こっち側の増し目をしたところから数えて 1,2,3,4,5,6 目目に両方つけてるんですよ。なのでこっちも今増し目をしているところは、角はここですね、こことこことここじゃないですか。だからこうした時にこのこっちではなくてこの、うん、下になるんですよね。こっちが上だとしたらこっちが下、下のこの増し目をしているこの目、この目から数えたいと思うんですよ。この目から数えて 1,2,3,4,5,6 目目、ここにマーカーをつけたいと思います。ここにマーカーをつけますね。こっち側もこうじゃないですか、こんな感じ。こっちにごめんなさい、今旦那さんが来たので動画を止めました恥ずかしいですね、やっぱりね、いたら話すのそれでですね、どこまで言ったかちょっと忘れたけど、こっち側にこうつけたいので、だから上から数えてね、ここに今マーカー6目目につけたので、今度はこっち側からですね、こっちの増し目をしているのがこことここなので、このこっちが上だとしたらこうだから、こっちが上だとしたらこっちの下の方の増し目をしたところから、ここからですね、ここ2つ入ってるので、ここから数えて 1,2,3,4,5,6 目目、ここにマーカーをつけます。ちょっとうまくいくかどうか本当わかんないんですけど、ここにマーカーをつけておきます。で、こんな感じでですね。そして、まあ、イメージではこのマーカーとマーカーがこう上な感じで、そしてこれをね、こうつけていこうかなと思うんですよ。そしてぺったんこの小さなね、なんかちょっと、何が入るかわかんないけど、飴とかしか言えないけど、それ、そんな感じの、もう本当に、もう遊び心しかないですけど、あの実用性がないというか、あの使い勝手がいいわけでもないですけれども、ね、そういうちょっとね、この口金をね、1個だけこういう形を持っているので、これをつけていきたいなと思ってやってます。それで今から、どっちを表にしようかな。こっちのが白だからこっちを表にしたいので、こっちちょっとブルーとあれが重なっちゃったので、こっちを裏側にしたいので、裏側を自分の方に向けて、どうしようかな。ここをね、
ここ下をずっと細編みをしながらつないでいこうと思うんですけれども、何色がいいかな。白、白、これなんですよね。これこれね、ちょっと見えにくいかもしれないですけれども、キラキラしてるんですよね。だから多分ニューキララコットンとかそういう名前の糸だと思うんですけれども、間違えてたらすいませんけど、セリエさんの糸には間違いないです。ずっとね、4号針で編んでます。言ってなかったかな、4号針でずっと編んでます。なので4号針でつないでいきたいと思います。で、このマーカーをつけた、ここマーカーつけてるじゃないですか。ここにこうね、したいので、こうしてですね、このマーカーをつけた次の目から、ここですね、今ここにつけてるので、ここ、次の目からこう後ろと前を合わせてつないでいきたいんですけれども、ちょっとね、この糸を、白の糸を中に入れて、で押さえてから、ここからね、ちょっと引き抜きますね。こんな感じで引き抜いてから、まず一回鎖編みをして、同じところに細編みをします。こんな感じでね。そしたら今度次の目、この目と向こう側の目ですね、これなるべくこう合わせながらしたいので、慎重にこう見ながらしたいんですよね。だから次の目と細編み、たらまた次の目とこの後ろ側のこの次の目ですね、なるべくこう目を合わせながらしたいので、ここと、今度はここ、こっち側、ここ、ここを細編みで、次の目と、もうここはずっと目を合わせながら細編みをするだけですね。そしてつないでいきます。ここと後ろ側のこの目ですね、こう前とこう後ろを見ながら、こんな感じで見ながらつないでいきたいと思います。細編みでずっと、まあ最後の方までいきますね。はい、一周ぐるっとですね、細編みを、合わせて細編みでつないできたら、最後ここ、マーカーのこの手前の目で36目になると思うんですよ。多分36目になると思います、数えたら。36目になるので、ここで全部つなげてきました、マーカーの。マーカーの次の目からずっとですね、このマーカーの手前の目までつなげてきました。ここから、鎖編みを1回してくるんと回してですね、縁編みみたいなのをしていきたいんですけど、目数が合わなくなるかもしれないんですけれども、ちょっと最後で調整したいと思います、もし合わなかったら。で、今鎖編みを1回したので、同じところにまず細編みを1回入れて、そして一目飛ばして次の目に長編みを5回入れます。1、2、3、4、5、5回入れますね。そしたらまた一目飛ばして次の目にはまず引き抜きます。次の目に引き、一目飛ばして次の目に引き抜きます。そしてまた一目飛ばして次の目に長編みを5回、これを繰り返したいと思います。1、2、3、4、5、そしてまた一目飛ばして次の目に引き抜く、でまた一目飛ばして次の目に長編みを5回、これを繰り返して最後までいきたいと思います。ここまでしますね。3、4、5で一目飛ばして引き抜き、一
一目飛ばしてここ引き抜きですね。次の目に引き抜く、これを繰り返していきたいと思います。はい、最後までしてきましたけれども、一目飛ばして次の目に長編みを5回するんですけど、1 2 3 4 5、でも一目飛ば、次ここ一目あるんですけど、一目飛ばしたらもう何もないので、もうこの次の目、ここの目にもう無理やり引き抜きます。ここ一目あるんですよね。最初の細編みの頭にマーカーつけてなかったんですけど、ここに一目あるんですよね。ここにですね。でもここ一目飛ばしたらもうこっちになっちゃうので、もうここに引き抜きます。無理やりですけどねこれで糸始末をしていきます。まあ、後で糸始末するんですけど、これここ外すじゃないですか。まあ、あの口金つけるところはですね、ここもね、後で糸始末をしたいんですよ。口金つけるところはもう動画にはしませんけれども、ここね、こうやって合わせて、はい、簡単ですけれども、この端っことですね、この端っこ、ここと4箇所ですね、この端っこと、この真ん中、ここと向こう側の真ん中を一応こう、あの糸で留めて、それからあの端からですね、ここからこう入れながら針でずっとここに縫い付けていきたいと思います。はい、ですね、普通の糸とこの赤いちょっと太めの糸があったので、ちょっとだけねつけていこうかなと思います。ここですね、あの止めてるので、この穴の、見えるかな、この穴の2番目の穴、こっちの際からですね、この2番目の穴に、まず見えましたかね、私の説明でわかるかなでもちょっとだけですね、していきますね。2番目の穴に出して、そしてこの最初の穴に、この後ろ側の際の方に出しますね。そしたらもう一度こっちの際から、片方はつけてきたんですよ。でこっちの際からまたこの2番目の穴に通してあげて、そしてもう一度こっち一番最初の穴に通して、こっちの際から出します。こうですね、最初だけ2回、そしてこここう手でこう入れ込みながら、次はこの3番目の穴、ここから出したいので、この後ろの際からですね、ここちょっと玉結びしたところが少し残ってますけど、後で切っちゃいますけど、この際からこの3番目の穴に針を出して、そしてあとはもう返し縫いじゃないけど、いろんなとこに引っかかりますけどそしたらまた元に戻る、2番目の穴に戻る、ここですね、2番目の穴、ここに戻ってこっちの際から出す。あと1回だけ、こっちのまた後ろの際の方から次のこの穴ですね、ここに出して、
今度はまた元に戻る、元の前の穴に戻る。でこっちの木はここから出すみたいな、これを繰り返していきます。で最後はまた同じところに2回入れるって感じでつけていきたいと思います。こうやってつけてる時にここ結んでるので、こんな感じでこう合わせながらですね、形をこの端っことこの真ん中こう合わせながらこう持った感じでつけていったら、綺麗に、もう綺麗にって、私はあんまり綺麗にできないけど、綺麗に なるべく綺麗になると思います。今からちょっとつけていきたいと思います。はい、つけてきましたどうでしょうか、可愛くないですかこれなんかこうおもちゃみたいやけど、私が作るのっていつもなんかおもちゃみたいですけど、どうですかこれね、今中にエンゼルコットの余ったやつを詰め込んだんですよ、形をあれするのに。あのプチプチが、今ここにないので、あのプチプチあるじゃないですか、形とかこうね、バッグのとかガマ口の形をこう整えるのに入れる、ダイソーさんとかで売ってる梱包用な、何用っていうのかな、あれがね向こう側にあるので、ちょっとね旦那さんがいるので行きたくないので、もうねこの糸を詰め込みました。こんな感じでちょっと、ね、どうですか、でも可愛くないですか、ほらこっちはこんな感じですけど、まあね、あの赤の花、どっちも赤の花にしたんですけど、花びらが違ったらね、また全然雰囲気違っていいと思うんですけど、別にどっちが裏でも表でも、こっちがちょっと裏っぽくなってるんですよね、この縁編みの部分が。だから、まあ、できればこっちがね、表なんですけれども、かわいい。どうでしょうか、この四角のね、この四角っぽい、この、なんていうのかな、ガマ口がね、これ初めて使ったんですけど、まあ、こうやって使ったらすごいなんかかわいくないかな、とか思って、あの、この間それこそ、この四角のモチーフもね、なんかの完成品にしたいですって私言ってたので、まだこのつなぐのはちょっときついのでちょっとこのつなぐのきついので、なんかにしたいなとか思ったら、この四角のこの口金があったのでね、あ、これならいいんじゃないかなとか思って、ちょっとコットンヤンで編んでみました。そしたら少し小さかったので、この長編みのところを足して、でガマ口にしてみました。これね、あのメジャーカバー、これと同じお花の1本取りで4号針で完成しました。どうですかちょっとね、いろいろ糸がないので、あのなんていうのかな、統一感が本当ないかもしれないんですけど、この縁の部分もですね、もっと違う色があればよかったかもしれないですけど、もう白は白で可愛いかなとか思うんですけど、なんかおもちゃみたいですけど、ちょっとなんか入れるのにね、いいかなとか思います。リップとか、リップとかって、リップしかちょっと出てこんけど、リップとか飴とか、そんな感じですね。はい、今日もこんな感じで、ちょっともう本当おもちゃみたいなものになりましたけれども、でもね、すごく気に入ってます。可愛くなったかなとか思います。なんか無理やりしたところもちょっとありますけれども、まあいいんじゃないかなと思うんですよね。あのアクリルヤンだったら本当大きいから全然合わなかったんですけどね。コットンヤンで1本取りで、2本取りでしたらもうこれとあんまり大きさ変わらなくなるので、1本取りでやってみました。ここね、もっとこう違う色があったらね、可愛いのかなとかも思ったんですけど、ピンクでしようかなと思ったんですけど、この余った中に入ってるね、このピンクでしようかなと思ったんですけど、まあ同じ、ここね、うちが同じ色でも可愛いけど、でも白でも可愛いかなと思ってちょっとしてみました。ね、糸がね、いろんな色が、まあ、いろいろあれば組み合わせてねできるんですけれども、ちょっとある糸で使ってみたので、こんな感じのガマ口が完成しました。でもどうでしょうか、ちょっとね可愛くなったんじゃないかなと思います。レトロポップななんか花のシリーズがどんどん増えていってるので、レトロポップなね、しつこいけどレトロポップなお花のシリーズがどんどん増えていってます。ここには また持ってきてないですけれども、この間もご紹介したと思うんですけどね、
お花も普通に編んでるしですね。それくらいかな。あ、大きくしたのとかも編んでますので、また大きくしたのもね、あれもこう丸くして、おちょっと大きめのがま口作っても可愛いかなとかも思うんですけれども、今日は一応こういう感じで、あ、ごめんなさい、動いたですね、四角のモチーフをですね、ちょっと完成品にしてみました。なかなか可愛い。私、あの長編みのお花でもがま口を、ぷっくりしたがま口、なんかファーかなんかと合わせて編んだ記憶があるんですけれども、今度はこのねコットンヤンで編んでみました。ここすごくね、コットンヤンだとめちゃくちゃ縫いやすかったです。こう入りやすいし、中にこれすごくね縫いやすいなとか思いながら縫いました。なのでよかったらですね、ちょっと無理やりしたところもありますけどでもよかった、もし形とかよかったら、可愛いなと思っていただけたら編んでもらえたら嬉しいです。この多分これセリアさんに売ってると思うんですけれどもね、あったらちょっと編んでみてください。気に入ってもらえたら。今日は、このがま口、四角のがま口にちょっとこうフリフリとつけてみて、可愛らしいおもちゃみたいな、小さなねがま口を編んでみました。はい、今日はこんな感じになります。次は、ミルフィムと麻紐、ラッピング用の麻紐が少し残っているので、それを合わせて、まあ、小さめのバッグになると思うんですけれども、ちょっと編んでみようかなとか思って糸は用意してます。でもちょっとわからないですけどね、また違うものになるかもしれませんけれども、編んでいきたいと思いますので、また遊びに来てください。今日も、最後までありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。